さあ、皆様こんにちは。 NUB 高校生のカッキーです。今日は若干小声です。今日はまあ、今日もこのね、 NUB 校のスタジオからこれ撮ってるわけですが、まさにこのちょっと横の部屋で今三浦先生が授業されています。内藤先生もやっていますね。まあ、このここで喋った声が入ることはもちろんないんですが、ちょっとなんか気持ち今日は控えめで、いきたいと思います。さあ、今日これですね、こちらです。見えますかね。I always found in myself a joy to the West and a love of East。 出典がね、これですね、こちらでございますよ。ジョン・スタインビックね、ジョン・スタインビックね、 East of Eden、 放題エデンの東ですね。もうね、まあ、もう英米文学のもうね、名作中の名作で言っていいでしょうね、これね。ここから取った文ですね。これ結構分厚いんですよ。量あるんですよ、これで。僕これ結構昔にこれ買って読んだんですけど、やっぱこう長いから途中で投げていたらしくね、存在をしばらく忘れてて、でこの本棚ね、朝来たら発見されたんですが、中から すごいものが発見されて、僕しおりにそこら辺にあるものを適当に使うんですよ。箸袋とかティッシュとか、このしおりね、このしおり、そう、で、この本のしおりにこんな使ってましたね。なんか、2枚入ってて、1個、700系新幹線のなんか、これ本当しおりなんかな、乗車記念的な、レアですね。そしてもう1個、渡良瀬渓谷鉄道っていう、群馬から栃木かな、あの辺のローカル電車の、なんか、1日フリー切符。平成15年。11月16日、15年前ですよね。そんな昔に投げたらしいですね、僕はね。半分ぐらいで止まってましたが、改めてちょっとね、見返してみて、結構冒頭の方のね、チャプター1の、本当にこの冒頭のワンシーンですね。このまあ、サリナスっていう街かな。そこのこの風景をね、説明してるシーンの文章をね、持ってきました。これですね。なんですが、まあ、動詞の盲点っていうぐらいだから、まあ、当然動詞にね、焦点を当てるわけですが、find、これね、後ろに、in がついてるでしょ。found in で、found in でなんか、熟語って見えた人、いたりとかするんじゃないですか。要は、これ。ねえ、この YouTube、僕のブログのね、で、この発表した問題見て、あ、これ先生、さては、ファインドインっていうなんか、こういう熟語が入るかな、こういう熟語があるんじゃないんですかって思った人、ちょっとそれね、なんだろう、まあね、僕は授業ではカンマ教、あそこまで行きませんが、ちょっとそれに近いちょっと怖さはあるかな。動詞前置詞が並んでいたら何でもかんでも熟語に見えちゃう病、長いけども、ある種ちょっとそういうね、病にかかってるかもしれないですね。これさえですか。やっぱり動詞前置詞の組み合わせ考える前に、やっぱり動詞そのものをめちゃ考えよう。やっぱり find って原則他動詞だよね、でしょ。で、 find は自動詞で使うことはまあまずないでしょうね。やっぱり find は他動詞、いいね、 find は他動詞、やっぱり目的語はどっかにあるんですよ。いい。で、もうこの辺、これ僕の授業をね、いつも受けてくれてる方は大丈夫でしょうけど、もしね、そうではなくね、興味本位でたまたまちょっとこれ見てくれた方、これ要は、前置詞名詞。前置詞がついた名詞って、要は英語の世界では、就職語、M にしかならないんですよね。ですよね。だから、今回、この後ろなんですね。つまり、これです。この、in myself、 これは前置詞名詞で単なる就職語、後ろ、これ全体ですね。 A duet of West and a love of East、 これ全体が目的語、つまり私は自分自身の中に発見していた何をかって言ったらこれです。 A duet of West と love of East を発見していた自分の中に。で、問題はこの duet of love of だけで、これ直訳するとドレッド名詞で恐怖、ラブ名詞で愛、直訳西の恐怖と東の愛、
西の恐怖と東の愛、語呂がすごいいいんだけど意味が全く分かんないね。西の恐怖と東の愛を発見していて意味が分からないね。でこれまあ動詞の盲点とは若干これずれちゃうんだけど、これぜひ知っといてください。派生名詞、動詞の名詞形ですね。先に書いとけって話ですよね。すいません。派生名詞、動詞の名詞形にオブがついたものってなんたらをなんたらすること、すいません今書きました。動詞の名詞形にオブがついたものってオブなんたらね、これでなんたらをなんたらすることっていうにおっていう意味になることってありますよね。要はほらの、このを表すオブがおになる。これ日本語にも同じようなものがあって、例えばなんだろう、例えば中茎の解雇、寂しい例文だな。中茎の解雇、これ中茎を解雇するっていう意味でしょう。だよね。このの、日本語ののだっておだよね。全く同じことが英語のオブにも起こるんですよ、ね、特に他動詞の名詞形の後にオブがくっついてる場合って、なんたらをなんたらすることって読んであげたら意味が取れるようになる。そうすると西を恐れる、東を愛する、見えてきたね。西という方角方向を怖がって、東という方角を愛する、そういう気持ちがあることを自分の中に発見していた。あ、見えてきたでしょ。でこれね、ぜひそう、これね、まあ分厚いから受験生が読むには甚だ不向きなんですが、これね美しい文なんですよ。これ単語ちょっと難しいけども、文構造とか文の部分は全然いけます。受験生でも本当にこれチャプター1だけでもね、授業で使おうかな。非常に美しい風景描写、でこの町の説明で東西にこう山があるんですよね。でその東の方の山は好きなんだけど、西の方の山はちょっと怖いね。なんでかっていう理由がこうね、美しい風景描写とともにこうね書かれていて、いやもうね、そう改めてこの、ね、久しぶり読んだんだけどね、染みますねこれね。皆さんもね、ぜひね、こう受験点数点数からね離れた、ちょっとこうね英文を読むことそのものをね、エンジョイする、そんな習慣というかね、一瞬もあってもいいかと思いますね。ぜひよかったらね、見てみてください。というわけで今日はこれですね。はい、まとめよう。動詞前置詞見たらすぐ熟語と思っちゃいけないね。まずやっぱり動詞の目的語が後ろにあるんじゃないか、そういう可能性もしっかり疑ってね、動詞本来の意味をしっかりね、つかめて解釈していきましょうということでした。さあ今日は小声でしたが、ちゃんと音取れてるか不安なんですかね。さあ次回またどっかね、別の場所からお届けしたいと思います。今日はこれでおしまいです。お疲れ様でした。